はい、どうも皆様、いらんかなくてダラダラプレイヤーのゆきおぐさんでございます。ちょっと格好があれですけどね、非常にかっこいい格好してますけど、我ながら何なんでしょうねこれこれはこれ最強装備なんですけどね、今ナイトの最強装備なんですけど、ミラプリしちゃってるんで、はい、ちょっとね、なんか喉の調子がおかしいんですけど、まあそれは置いといて、あれなんですよ、今日あれです、あれレガリア欲しいんですよ、こいつでも。あのメインキャラの方では取ったんですけど、まあ、非常に苦労しましたけどね、あれまさか MGP だと思ってなくて、 MGP5 万しかなくて、あれは2日間ぐらいで20万まで貯めたんですけど、なんとですね、筋肉さんめっちゃ持って、まあめっちゃじゃないよね、48万持ってるんで、もうこれで大丈夫なので、ちょっとレガリアのイベントだけバーッとやればもういいでしょ、もういいよねなので、ちょっともう撮ります、今日撮ります、レガリア撮ります。もうで、やりたいの、筋肉さん乗っけて、筋肉さんの横空いてますよみたいな、なんか筋肉さんとデートナウに使っていいよみたいな写真が撮りたいっていう、今考えたんですけど、はい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 、じゃあ行きます。よし、じゃあイベント、あれこれちげえじゃん、あれどこあのね、筋肉さんね、ちょっとありすぎてわかんない、これか、あ、ちょっと待って、事件屋、そうだ、事件屋をやんなきゃ、筋肉さん、あれちょっと待って、レガリアどこ、レガリアのこれか、これだ、黒ずくめの青年、これだ、キピジャッキア、そうだ、これ、てか筋肉さんあれだよね、ノクティスの格好したらね、めっちゃかっこいいんじゃない、あれだな、エオルゼアニュースワラとかいうのちょっとあの格好でやりたかったな俺、はい、まあとりあえずこれですね、そういう目、おおほうほうほう、バシャコン、これちょっとレアだよね、うん、ごめんなさいね、なんかちょっと今日うまいこと喋れないんだけど、そうなんですよ、なんだかんだバタバタしててね、大して寝てないんで、ちょっとうまいこと言葉出てこないんですけど、だからあれなんだよ、エオルゼアニュース笑とかわけわかんないことやったんですよ、あれでもすごいやりたかったの、筋肉さんがニュース読んだらこうなるだろうなっていうのをやりたかったんですよ、うん、あ、好評1、よし行こう、筋肉さんねえ、あれはね、もう楽しみすぎて、しかもレガリアってちょっと名前レガシーに似てるじゃないですか、楽しみすぎて、で筋肉さん遅いな、バイクマウントスピード上げてないから、あ、ちょっと待って、俺戦士でやりたい、経験値何本かもらえるよね、でこれかっこよくないですか、これフレさん作ってくれたやつ、これ斧もあるの、この斧ね、ちょっと好き、でかくて、これね、ちょっと色塗りたいんだけどね、このスカートのちょっと赤いのが、この赤はね大丈夫なんですけど、僕ちょっとね、色塗りたいでね、このよくね、装備作ってくれるフレさんが、なんて言うんだろう、もうね、じゃあまあリアルで会ったことはないんですけど、名前も言わないですよ、内緒なんですけど、もうね、ホスピタリティの塊なの、すごいのこの人、僕が赤苦手だっていうのを知ってて、こう筋肉さんのレベルに応じてね、ちょっとこう装備を作ってくれたりするんですけど、今回赤いんで染色してくださいっていう一文を書いてくれたりとかね、なんだろう、そのホスピタリティのね、塊ですよ、すごい、わー、ノクティス出てきた、これね、あ、なんかね、誰だか言ってた、そういえばフィフティーンよりなんかさ、ガソリンスタンドないっすよ。うちだとね、近くの井出光が一番安いかな。現金カード作ると3円引きになるから。あとで喋るわ。っていうかさ、レガリアこれもらえるけど、ガソリン、どうすんだろうね。ザナラン、エオ、ルゼア。どこだよ、それ聞いたことねえわ。でも俺も、そうなるね、きっとね。もしこの世界行ったら。あんたの知り合いで、あ、俺、直す、任して。直す。プロじゃないけど。大体直せるから。あれないよ。あれ俺ってないよ、これ。選択肢に。
バグかな。ね、俺ならっていう。まあ、いいや。俺、前ね、やった時、シドを選んじゃったんで、こっちにするわ。で、アイアンワークス、あ、会ったことあるか。助かった、もう疲れたわ。近くまで、これなんか15であったんでしょ、この流れ。なんか車を押していくみたいな。あ、ちょっとあれ、レガリア、ちょっとこう手前側のあの光ってるとこ、ちょっとコーティング足りないな。あ、あんた、筋肉さんです。筋肉でーすって言ってるね、これね。長いな。名前長いな。いや、ユッケじゃないですよ。筋肉です。あ、ノクトって呼んでいいんすか。なんか、ね、すごい仲良くなりそうだね。また押すはめになるとか、ほんとないわーって。そうだよね。車俺も押したわ。どこぞのね、うちの親父なんですけどね、あのクラウンぶっ壊してね、こう、なんて言うんだっけな、ちょっと名前忘れた、シャーシじゃねえし、リアタイヤのさ、あの、止めるところボキって折れちゃって、昔ね、もう近くのさ、近いったって結構距離あんのよ。あの、ネッツトヨタまでさ、走ろうと思ったんだけども、バヤン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 って言っても走れたもんじゃないのよ。もう、押したわ。筋肉さんではありませんか。ああ、そうだ、これ、オートにしてんだった。誰この人。あ、ちなみになんですけど、車を押すときって、車よっこらしょって押すより、あの、タイヤこう押して回した方が、タイヤをこうくるくるってこう押してね、回した方がね、車を押すときすごい楽ですから。これ、覚えておいた方がいいですよ、皆さん。もしかして、これは噂の、スバルのレガシー。いや、レガシーじゃない。あの、タイヤをコロコロってこう転がしていくと、普通に後ろから、ういしょって押すより、全然楽に車動きますから。あの、うん、タイヤってほら、転がるようにできてるからね。こう、そうなんですよ。ほんと、これマジ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 。あー。奇妙な黒い乗り物についての噂が広まったから、調査依頼が舞い込んで探してたと。レガシーもう廃車になりましたよ。うん、ないっすよ。それじゃないよね。須藤会長もすぐ近くまで来ます。おいしなしは違う。ぜひお話を聞きたい。まあ、あれはね、ちょっと錆びてね、もうすごいこう錆びちゃってね、これほっといたらエンジン落ちるよねっていうぐらいの錆びがすごくて、1年しか乗ってなかったんですけどね。あれは買ったところに騙されたね、あれね。いろいろバラしてびっくり玉手箱って感じだったもんね、ほんと。ああ、シド、いや、そうだよな、俺も知り合いにシドみたいな人いればね、ちょっと直してもらったんだけどさ。よう、筋肉、まさかお前に先を越されるとは。まあ、ね、クエスト見えますから、僕らは。なんかあったらね。もう超える力だから。もう全部アイコンついて見えちゃうから。レガリアかっけえな。確かにガレマール帝国の魔導兵器とも違うようだな。そりゃそうですよ。彼がこの代物の持ち主か、一体何者なんだ。うまいこと言えねえんだよな。俺、15やってないから分かんねえんだよな。名前はノクティス、それ以外は不明。エオルザについては知識もほとんどない様子。まあ、そりゃそうだろうな。もしや以前の俺のように記憶を失っているとでも。さっきから何なんだよ。あんたシドっていうのか、知ってるやつかと思ったら別人かよ。ところで、レガリアのこと直してくれるのか。こいつはレガリアというのか、何せ初めて見る技術が満載だからな。保証はできないが全力を尽くすと。窓ガマとか作ってんだったら車ね、ペペって直せそうだけどね。ただ整備台っつうか金がなくってさ。それなら大丈夫だ。こいつを見てたら技術屋として燃えてきたぜ。金はいらないさ。いや、もうエオールゼア行きてー。エオールゼアにレガシーで行きたいわ。アルファードでもいいけど別に。ねえ。だって、ほら、アルファード、俺ハイブリッドだからさ。多分シドの技術魂燃えるでしょ。なんだこれっつって。ねえ、エーテルじゃねえのかみたいなさ。で、そっちもそれで、妙な仮面をつけた人間にね、人とは思えぬ動きで襲ってくれ。何も情報持ってるからね。それってもしかして魔導兵のことか。はい。魔導兵ニフールハイムっつってもわかんないかもしんないけど、そこの軍が作ってる機関、そういうとこがあるんだ。もともとそいつらの基地で妙な装置を見つけて、で気づいたらこっちにいたっていうか、俺にも何がどうなってんのかわけわかんねえ。そうなるわな。にわかには信じがたいが、目の前には未知の技術体系に属す産物があるからな。転移装置か何かの誤作動で異界から漂流してきたとでも。ともかくノクティス君とやら機械仕掛けの兵士を調べては見てはどうだ。東のアンホーリーエア付近で、目撃情報があるんだが、確かにそいつらが魔導兵だったら元の世界に戻るための手がかりになるかもな。分かった、行ってみるわ。はい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 。いやー、アルファードで生きてえな、オルゼア。シドに見せたい。見せたいわ。なんか、やってくれそうだもん、この人。
ねえ、空飛べないけどね、あれは。空飛べるようにしてくれんじゃないかな、シドなら。あ、それでこっちか。俺で何の話しようとしてたんだっけ、忘れた。なんか喋ろうと思ったんだけどな、忘れちゃ。あ、そう、うちの親父よ。そう、昔だけどね、もう何年も前の話なんですけど、クラウンぶっ壊してね。あのクラウンも自分で買ったわけじゃないんですよ。高いでしょあれあれね、僕親戚に警官いっぱいいるんですけど、もう皆さん定年退職されてますけど、そのおじさんがね、新しい車買うから、クラウン乗るかっつって くれたんですよ。でそれ乗ってたんですけど、整備も何にもしないでね、後ろのボキッと折っちゃってね、ほんとよ。でもう押してったの俺が。大変よ、めっちゃ見られるし、なんかうわあの人クラウン押してるプーみたいな。ほんとに、まあね、そんなことありましたけど。ってどここれ、どこあれ、どこだっけ、俺一回やったんだけどな。お、どこだマジで。あれ、え、この下ではないよね。え、下か。え、どこ本当に。いや、俺やった時はさ、プレイヤーがめっちゃいっぱいいたからさ、すんごいわかりやすかったんだけど。で、これあれだよね、 FF14 プレイヤーの差がというか、なんというか、このなんかさ、赤いゾーンが出てたらさ、絶対端っこから探しちゃうんだよね。あれ、ウソウソがいっぱいいるけど。あ、ちょっと待って、フェイトやってこ、どうせオーケストリオン欲しいから。あ、こんな BGM 流れてたんだ。おお、いっぱい出た。あ、間違った。あれ、ああ、そっか、任せて。みんなもうそこら辺のプレイヤーさん任せて、俺がもうターゲ取っちゃうから任せて。さあやれ、さあやるんだ。もう筋肉さんがターゲ取っちゃうから、さあみんな倒すんだ。筋肉さんがって、ごめん、ディフェンダー入れてね。さあみんな倒すんだ。もうタゲは任しとけ。タゲ、あ、タゲも何もみんな強いな。そんなに人数いないけどみんな強いな。もうなんか溶けていっちゃうよ。よし、任しとけ。筋肉さんが取ってる。任しとけ。強いからこいつ。あ、ちょ、よし、任しとけ。あれ、侍いるね、あそこにね。侍さんがいるね。そう、頑張って。もう筋肉さんが竹は固定するから、もうバッチリ、もう絶対離さない。ちょっと、窓系とか、なんか、退治してくれちゃってるけど。あ、アントリングソルジャー殺された。巻き込まれたね、あれ、きっとね。巻き込まれたっていうか、剥げちゃったから。あ、ごめん、はい、ごめん、名前わかんないけど、名前も知らぬ人々、ごめんなさい。よいしょ。これ、あとでも、フェイト3回やれば全部もらえるもんね。オーケストリオンね。すごいね、でも人減ったね。初日ほんとひどかったよ。うちの嫁さんとかプレス4止まるんじゃないかっていうぐらい、もうカクカクだったもん。すげえな。でも今何人いるこれ。 HP バー見えてんのが俺含めて4人ぐらいいるのかな。喋ることないよもう。あ、これちょっと、あれ舞い込んだらまずいから、いっぱい、よしもうね、筋肉さん優しいから、もう他の人を巻き込まないようにね。もう任せて、ハゲがもうちゃんと食らうから。あ、なんか来たよ、プレイヤーさん来たよ。みんなそうだよ、みんなやった方がいいよ。レガリアね。で俺このフェイトでさ、もらえるなんかあるじゃん、あれでレガリア交換できるもんだと思ってたらさ、まさかのね、フィジックと光の癒し、あ、ありがとうございます。誰かわかんないけどありがとうございます。ありがとう。あ、アントリングソルジャー復活した。あ、生きてる、マジか。うっ、よしね、もうこれあれですよ、無駄な摂取をしてしまったね、筋肉さんね。優しいからとか言っときながらね、はい、わざとです。もう終わるかな。よしお辞儀しとこう。お辞儀、おお、びっくりした、めっちゃ爆発した。お辞儀、どうもあれ、あ
フェイトやれってことだったのか。手がかりは、あー乗ってる、ちょっと横乗せて、乗して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 、いいなーいいなー。あー並走してるよ、ほら早いなー。あれ動くの早いよ、あの人。おー俺が早いなー。金さんちょっと乗るんじゃない、お前ちょっと遅いぞ。ちょっとあれだよ、あれ全然溜めてないからさ、早くできないんだけど、筋肉さん。やっぱね、あの法定速度守ってるから。エオルゼの世界は法定速度30キロですからね、これ。あの、はい。原付と一緒だから。ちゃんと守んないと。ね、余計なことばっかり、適当なことばっかり言ってますけど。筋肉さんってノクティスの髪型にしたら似合うかな。これ、15の音楽なんだべか。この BGM なんかちょっといいな。本当に魔導兵だったわ。あいつらも俺と一緒にこっちに来たってことか。あ、そうなんだ。元の世界に戻る手がかり何もなかった。どうすれば戻れんだよ。ああ、しょんぼりしてるね。シドの方がいいんじゃねえか。あ、さっきのおっさんかって。まあ一人で考えてもしょうがねえしな。まあね。でなんかノクティスのさ T シャツのこう真ん中にあるビャーってこう模様みたいな、あれよくよく見たらなんかドクロかなんかの模様なんだね。このこの辺ドクロかなんかが多分ついてんだよね。ごめん文字読んでなかった。あれ最初なんかどうしたノクティス汚ね T シャツ着てと思ったんだけど、よくよく見たらちゃんと模様なんだよね、あれね。多分ね。なんか俺も そこまでマジマジ見てないんだけど、あとで服もらったら見るわ。んでちょっとオーケストリオン服くれ。あれ？あ、まだ来ないんだね。はい。はい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 。これ長かったっけ？あんまり時間もねえんだけど。選挙行かなきゃいけないからさ。機械仕掛けの兵士。あ、オート切ろ？ダメ。あ、間違った。オンにしますか？いいえ。あ、消えてる。機械仕掛けの兵士を一戦交えたと。噂は真実だったのか？そうですよ。となるとどんな技術や材料が使われて、材質が利用されているかこの目で見てもらうだな。頼みがある。またそいつらと遭遇して部品の類を手に入れたら、あ、類かな、持ってきてくれないか。いいよ、あげるよ。でしたら部品を入手できた際には私かヨールズや担当士に。これどこにいるんだか分かんなくてさ、結局ここまで来て交換したんだよね俺。三都市どこにいんだべーと思ってね。新しい髪型ちゃっかりもうつけてっかね、この人ね。新しいというか、あれだけど、雨の御柱だけどね。会長はレガリアの修復はもちろんたまりに溜まっている業務を片付けるのを最優先でお願いします。忙しいんだね、シドもね。わかるよ、その気持ち。大変だよね。ほんとだよ。もう俺だってゲームとかいっぱいやりたいことあるのにさ、なんかもうあれやれこれやれそれやれどれやれっつってさ、もうほんとにもう参っちゃうもん。ほんとよね。動画作らせろっつってのに、エオルゼアニュースわら作らせろっつってのに、あれ、レガリアはマイペースだな、こいつ。安心してくれ、場所移しただけさ、すでにおよその故障箇所も突き止めはした。ただ、部品交換を一から、交換部品を一から作るためには時間がかかる。作っちゃうんだよね。それに噂を嗅ぎつけたゴシップ誌の記者が現れてな、あれこれ作業の邪魔なもんで、ウルダハ総車庫を曲がりして、人目につかない場所を修理することにしたんだ。いいやつだな。そういうことか、ならいいんだ、どうもな。あなたが噂のデータ。データ。なかなか斬新な格好されてるんですね。ここなん、もうほんとノクトにこれ全乗り。なんだよあんたって言いたい。いるんだよなこういうのな。週刊レイブンの記者のキピ・ジャッキアと言います。奇妙な黒い乗り物の運転手さんで間違いありませんか？いや、やれやれみたいなね。記者ね。でもまだこのね、記者さん許せるよね。俺、まあ、ゴシップとかはなんか来たことないけど、なんかめんどくせえ新聞記者っているんですよね、本当に。これ、詳しくは言わないですけど。レガ、なんです？だからレガシーだっつってんだ。レガシー。レガリアですね、すいません。なるほど、レガの黒いものはレガリアという名前なのですね。続けてどんどん取材しちゃいますよ。レガリアの運転手さん、あなたはどちらからいらっしゃるんですか？エオロゼアでは見たことのない乗り物でしたか？よくわ
かんねえんだけど、旅してて戦い終わって、で気づいたらここに来てて、さあさっさとボノンネとやらなきゃいけないことがあるのに。異世界からやってきた青年と、ちなみにどういった旅の最中だったのですか。ちょっと大事な人と会うために仲間たちとさ、かっこいい待ち合わせ、どんな関係の方と仲間との、こういうとこなのよ、こういうとこなのよ、このあの、いや仕事だからさしょうがないんだと思うんだけどさ、ねえ、ほんとそうよね。ね、記者なんだったらちょっと協力してくんねえかって、こっちも情報が足りなくて困ってんだよ、つってね。週刊レイブの情報もドーンとおかしてしまう。ただし、取材は私に独占させてくださいね、と。お好きにどうぞ。いいやつだな。それならこんな場所で立ち話までしか、ウルタハニーでいろいろ詳しく聞かせていただきますか。あの、なんだろうな、まあ、すべての記者じゃないんですけど、もうなんか、なんだろうね。こう、ゆるくさ、聞いてくるんじゃなくて、もうとにかくザク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 ってこう聞いてくるやついるんだよね。ほんと嫌、俺。ほんと嫌。さあ、ウルダハ行きましょう。はい、ノクティスさんの独占インタビューは大成功。なんと婚約者さんに会いに行く途中だったんだとか、異世界からやってきた青年婚約者との感動の再会になるか、うん、一面スクープ間違いなしね。そんな目で見ないで、私だってたまには一面を飾りたいの。それに情報提供だってしっかりやってみせるんだから。まあ、わからなくもないけど。すでに記者仲間に情報があったら連絡してくるようお願いしたところ、何か捕まればいいんだけど。ええ、私よ、何か分かったとか。相手ミニフィラでしょ？なわけはねえか。え、本当にありがとう、助かったわ。砂の家まで来てくれるとか言われてんじゃない？冒険者さんやったわ。記者仲間から有力な情報が舞い込んだの。ちょっと遠出をすることになるから準備ができて教えてくれる。ノクティスさんと一緒に向かうことにしましょう。はい。これなぁ、いや、若干。あれだよな、気になっちゃうよね。あ、今気づいた。ここにノクティスの顔ある。全然気づかんかったわ。国営の森でも機械近くに変身目撃情報があった。はあ。じゃあそのグリなんとかってとこで話聞いてみます。いや、そのぐらい覚えれるでしょ、ノクティスさん。あ、待って、この土地は不慣れなんですけど、グリデンには私が案内させてもらいます。ついてきてくださいね。あ、頼むわ。まあでもあれよね、焦るだろうね本当に。なんちゅうの、いきなりこんなさ世界にポーン飛ばされたらさ、焦るよね。でしかもガソリンなくてさ、車動かなくなっちゃったなんつったら、しかも道路気温ないじゃん、これエホルゼアって。ガッタンガッタンでしょ、もう。やばいよね、これ。だからもう、アルファードでもしこんな世界に迷い込んだら、もうパンクして終わるよな、きっと。腹こすって腹こすってひどいと思うよ、多分。意外とね、あのアルファードハイブリッドって、大して高くないんだよね。もうちょっと大丈夫かなと思ったら、あの、モーターかなんかなのかな。なんか、あ、間違った、これ、エタちゃん、お化けで出てるとこだ。あれ、どここれ。あ、幻術地ギルド行こう。幻術地ギルド。おお、なんかメール来たわ。またいたずらメールか。最近すごい多いんですけど、いたずらメールが。そういえばなんかね、明らかに日本語分かってねえだろお前っていう、なんかあれどうなんだろうな、返信とかしたら騙しとかあんのかな。今来たメールはちょっと分かんないんだけどさ、あ、ごめん、伝えだわ。今来たメールは伝えでした、すいません、痛めじゃなかった。でもね、僕ね、伝えのメールあれなんだ、あれ間違ったよし。機械仕掛けの兵士、それなら東部森林でそのような目撃情報があったと聞きました。中央森林でも警戒を強めているところです。さらに詳しい話は他の方を当たってみていただければと思います。そうですか。エーテライトここにも設置してくれていいんですよ、ぜひともね。まあそんな遠くないけど。まあそう、それでね、そう、あの迷惑メールなんですよ、迷惑メール。なんかね、すごい変なの内容が。メールアドレスを変更した、元気してるみたいな、そういう感じ。そんなん送ってくる人いる？普通に考えて引っかかんないでしょね。せめてさ、メアド変更したよみたいな感じじゃん。もっとこうフランクっていうかさ、そういう感じで来るじゃん。
メールアドレスを変更したってメール来るの。いないでしょそんな人普通に。でドメインが今最近来てんのはね、あのだいたいモペラなの。モペラから来るの。モペラのドメインで、あ間違ったわ、あいいやもう歩いていこうからね。モペラのドメインでメールアドレス変更したっつって、そうそうなくないです、あれって。どうなんだろうね。でだいたいあれじゃん、メアド変更したって来るとしたらさ、機械仕掛けの兵士ですって、すみません、そのような話は耳にしたことがありませんね。そうですか、その噂の聞いたことで、東部森林の放送家の山荘近くの森の中で人形じみて、機械仕掛けの人形なんて、不気味な存在、森で出会ったところを考えるだけで背筋を、うわ怖いね、確かにね。新聞配達の時、山の中でその機械仕掛けの人形なんか出てきたら、それ怖いわ。想像しただけで怖いわ。うんこちびっちゃうわ、それ。まあいいんですけど、ね、大体ほら、メールアドレス変更したって送る場合って、大体キャリアメールじゃないですか。ドコモとか au とか、ね、もう一個なんだっけ、ソフトバンクか。モペラってそうそうないと思うんだけどね。まあ引っかかる人がいるからやるんだろうな、あれな。機械仕掛けの兵士も見たことないな。朝鮮でそういった情報が、茨の森を巡回したあまり性監視書を読めないけど、衛兵から上がったぞと。最初はカカシか何かかと思ったそうなんだが、急にカカシが襲いかかってきたらしい。帝国軍の新兵器ではないかと対応の検討に入ったところだ。貴殿らも茨の森のあたりを通ることがあれば警戒するに越したことないだろうな。はいはい。でこのジャッキャ、ごめん、ジャッキャ、ジャッキャ、ジャッキャミーケット、ジャッキャミーケットね。はい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 、っていうね、すごいどうでもいい迷惑メールの話でしたけど、あ、なんなんだろうね、ほんと。なんかもうよくわかんないあれよな。あ、ついでにさ、これ買ってきたいの。あ、これ卵。筋肉さんってさ、ちょっと飾りっ気がないからさ、卵だらけにしたいんだよね、俺。てか、筋肉さん金ねえんだけど、いいのかな。これ全財産なんだけど。ちょっとめっちゃ買うわ、俺。ちょ、あー。1万ギル来ちゃったけど、まあいいや。このぐらいでいいわ。はい、続けろ。どっかしら何か情報をつかめた。どっちにしようかな。こっちにしよう。変わんないでしょ。ということは、茨の文字を張り込んでいれば、遭遇できるかもしれないよね。はい。あ、ノクティスいたんだ。ごめん、気づかなかった。あ、また一人で。ノクティさんを追いかけて、国威の森は不慣れな人には迷いやすいから、変だと思うけど、助けてあげてね。はい。あんた来ないのね。ここでした。地味に迷ってました、僕は。カットしてると思いますけど。あー、これかー。これかー。これね、うちの嫁さんがなんか3回ぐらい、2回かな、失敗してた。これちょっと、しかも地味に時間かかってんな。もうね、録画時間はね、30分超えてるんですよ。これね。窓辺がいたのって、この辺りか。全然見当たんねえけど、まぁ、ちょっと待ってみるか。なんでこういう顔するんだろうね。普通にキリッとした顔で、うんって言えばいいのに。なんかちょっとこう、あれだよね。あれ、ここじゃねえな。嫁さん失敗したの。あれ、ガルーダもどき出てくんの、どこだ。何の声だ。おい、行くぞ。これもあれなのかな、15の曲なのかな。あ、こいつか。あれは違い、魔導兵じゃなくて、あんなやつまでこっちに来たってのかよ。なんかこうあれだよね、死骸っていうのはなんつうか危険な魔物みたいなもんだ。放っておいたら町の人たちも危ねえぞ。筋肉さんね、もう暴れたいんだろうね。へえ、あんたもやる気みてえじゃん。じゃあ二人でやるか、筋肉さんと。
なんかね、なんかノクティスこう、俺ごめんね、15やってないんですけど、なんかこういうとこだけ見てるとすごい仲良くなれそうな性格してますよね、この人。よし。そうなんだよな、これさ、まあ狙ってるとは思うんですけど、ね、ちょっと15気になっちゃうよね。あ、まあやべやべやべ。よし。ログ出しちゃった。なんか、なんだろうな。あ、これどっち入んだっけ？あ、うおー。あ、こんなんあったな。あれ？ちょっと待って、ディフェンダー消えてる。まあいいや、ディフェンダー消えてもいいべ。なんちゅうの、気になるよね。あ、はい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 。シェイクオフ使えないからごめんね、ノクティス。あのシェイクオフ使えたとしても、そうだね、意味ないね。シンクされてるし、多分 NPC にはかかんないもんね、あれ。15な、どうしよっかな。気にはね、ちょっと気にはなるんだけど、時間ないしんだよな。なんかね、手をつけちゃうとなんだかんだでな、やりたくなっちゃうんだろうしなとか思って。おい、なんか来るぞ。なんかあの、なんかっていうモンスター来んの。あれ今塔出てたけど、ほっとくとやばそうだな。これすごいよね、あのノクティスってギミック見えてるわけでしょ。なんか多分あれだよね、光の戦士にしか本来見えないわけだよね、ああいう AOE みたいなやつはさ。ノクティス見えてんでしょ、あの塔とかが。お、すげえな。あ、入る入る。そっち頼む、そっち、こっち。あ、ごめんなさい。はい。あ、間に合った、間に合ってないくない、間に合ってないよね今のね、多分。あ、いけ、てめえ。これ、おお、びっくりした。あ、なんだったっけ、ちょっとエリアをちょっとこう全体的に。ああ、塔来た。ノクテスどっち行くの。あ、そっち、はいはいはい。じゃあ筋肉さんこっち行くね。はい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 。完璧完璧完璧。ちょっとキー邪魔だな。キー邪魔くさい、見えない。これいいでしょ、今のいいよね。あ、火ダメ上昇受けないからよかったよかった。あ、はい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 、入るよ。これ効くかな。よしよしよし、いいよ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 。ノクティス意外とね、ちゃんとやってくれるからすごいなこれ。でもちょっと戦闘長いな長いな、喋ることないよもう本当に。ストンプストンプストンプ、もういいよ、移動しないよ俺、どうせ食らうもん。デスレイデスレイデスレイ、あー、はい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 。もう大丈夫だよ。残り 18% か。なんだ、あー、ごめん、筋肉さん筋肉さん筋肉さん、走って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 、よいしょ。あ、遅かったかな、大丈夫だったかな、大丈夫だったね大丈夫だったね。よしよしよし、あと 9% ノクティさん、ちょっとダメージ少なくないですか。あ、185とか当たってるのあれノクティスのダメージじゃないの、187とかね。ちょっともう少し頑張ってくれていいんですよノクティスさん。あとあなたね、ちょっと HP あのやばくない、結構減ってるね。うわ、よかったよかった、よし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 、まあ余裕だな、その HP でよく言うなお前。
なんで死骸まで出てくるんだよ、どうなってんだ。あのコラボイベントですから。あのなんで今筋肉さん目つぶってたの、どうしようかな。あーお腹すいたの方がいいかな。戦ったらお腹すいた、プロテインください。めっちゃ考え込んでない、キャンプでも張るか、じゃあ準備すっか。これすごい、こいつすごいよな。すごいんですよこれ。これすごいの、何がすごいかはまあ、出てくるんですけど、ちょっとタバコ吸っていい、キャンプしてるからこの人たちもね。じゃあ俺もちょっと小休止というか。これすごくないですか、ほら。だってさ、車ないんだよ。車今ないんだよ。あ、車あったとしてもさ、レファリアのどこにこんなん積んでたのって話だけど、今ないわけじゃん。すごいじゃん、ほら。テーブルからテントからランタンみたいなやつか。しかもおにぎり作ってるってことは、おにぎりの材料持ってるわけでしょ。すごくない？なんかこうね、ムーディーな音楽流れてっけどさ。すごいよ、あの椅子とかも。これ15やったらわかんのかな、どうやってこいつがこう、こんだけの荷物を持ち歩いてるみたいなのが、謎が解けるのかな、15やったら。そういえばさ、あんたはなんで旅してんだ、なんかやらないことでもあんのか。企画でですね。はい、ちょっと企画で、ないな。大切なものを守るため、筋肉さん特に守るもんないから、筋肉しか守るもんないからね。なんとなく、俺メインキャラはこっちだったの。なんとなく仲間といたいって。ほら、俺コンテンツとか大して興味ないじゃん。クリアとか大して興味ないから。なんかみんなでワイワイできれば、もうそれでいいかなっていう。だから、どうだろうな。筋肉さん、大切な筋肉を守るためかな。筋肉さんは。でもあれだね。やっぱ視聴者さんと共にありたいというのがあるが、やっぱこれだね。うん、これだよ。そんな理由なのかよ。プロンプトってやつを思い出すぜ。人なのそれ。コマンドフロンプトとか、それいう仲間じゃないよね。ああ、俺が一緒に旅してるやつなんだけど、あんたの話聞いてたらなんか思い出してしまってさ。へぇ。15帰ってことかいって言ってんだね、これね。俺の、あ、そこそか。俺の目的なんだろうな。約束を守るためかな。へぇ。15プレイしたらさ、さっきの出てきたおにぎりのすごいハイクオリティ版が見れるんだよね。すごいよね、15の画質って。それ見てみたいんだよな、やっぱり。まあ、オフゲーだからね、やっぱあそこまでできちゃうんだろうね。まあ、そもそも帰れねえと約束を守るも何もねえけどなっていう。そうだよね。あ、ほらほらほら、なんかドクロっぽいでしょ、これ。なんか模様なんだよね、これね。この辺とかもね。なんか、ちょっと、溶けちゃってんのかなと思ったの、俺最初。ああ、帰れんのかな、俺。って、なんかすごい、この気持ちわかるわ。転勤食らった時こうだったわ。車の中でふてくされてたっけな、俺。帰れんのかな、北海道とか思って。まあ、帰ってきましたけどね。いいね。このシーンいいね。15って今いくらで売ってんだべ。迷うんだよな。やるんだったら PC でやりたいんだけど。でもな、生放送とかするんだったらプレス4の方が絶対楽なんですよね。生放送人生で3回しかやったことないんですけど。おお、移動させてくれた。さすがノクティエス。じゃあ話しかけよう。また手がかりなしか。まあ死骸倒せたからいいか。ポジティブだね、意外とね。今度は手がかりを手に入れた。ねえっつってんだ、この。しかし魔導兵はともかく死骸まで出てくるとは思わなかったわ。死骸というのは、ああ、なんつうか魔物みたいもん。ノクティスさんのいた世界の魔物がこのエオルザにも現れたと。詳しくは分からないけど、異界から召喚される用意みたいなものかな。ともかく2つの世界の間に魔物が渡ってくるぐらいのつながりがあるなら、きっと帰る方法もあるはず。今回は調査続けよう。ありがとうなーって、引き続き記者仲間たちと連携して新たな情報がないか探ってみるつもり。ちょっとこの辺り見てもらえばいいよ。見てきなさい、ノクティスさん。見てって。今、卵のイベントやってるから。ね。なんかでも、この、
イベント被っちゃってっからさ、なんだろうね、こう、まあついていくんですけど、ついていくんですけど、なんかこうノクティスのこう、ああ帰れんのかなみたいなね感じの時にこうパッパやっていうのがさ、なんかどうしてもこうちょっと笑っちゃうんだよね俺。でもこの時期で良かったかもね、ノクティスがこっち来るのが、こうちょっと気が紛れるというかさ、うなんだこの卵のお祭りみたいなね、あるかもしれないよね。だからレガリアに卵いっぱい乗っけて帰んじゃないかな。これね、変わった服があったから見あったから見てたらさ、そんなに値が張るものでもないからって譲ってくれたんだ。まあ、ね、この子スタイルもセンスもなかなかだし、宣伝として来てくれるなななと思ってね。もう少し見てもらえない、ちょっと付き合ってくれよ。はーい。これあれなんですよね、マイセンって何売ってるかっつったら、要はこういう種族装備を売ってるわけじゃないですか。こうね、ねえ、もう大して値段が張るもんでもないって、まあ何十円かだけどね、これ15の世界に持って帰ってみんなで着るんだよね、確かね。俺そのスクショは見たわ、15側の種族装備をねみんなで着てる。だからね、ちゃんとこうつながってるのがいいよね。とりあえず元の世界に戻る方法については手書きすら見つからない状況だからな。今は記者が情報を集めてくれるのを待つしかねえなと。開き直ったつうか、こう景色も悪くねえし、戻った時に仲間に話すためにしっかり見ておこうと思ってさ。そうだよね、釣り趣味なんだ。へえ。まあ2回目なんですけどね、やるのね。筋肉さん、クエストマーカーめっちゃいっぱいあんな。全然やってないもんな、サブクエ。ちょっと機会があったら消化していこう。で、どこだ、釣りしてるってことはどっかこの辺にいんだべ。どうだっけな、どこだ、ノークティスやーい、どこだ、あれどこだあのね、これウォータースプレーとかすっごい鬱陶しいの、これ指定地点かと思っちゃうんだよね。あ、いた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 。あ、プレイヤーさんやっぱやってるね。ごめんね、ちょっと排気ガスまき散らしちゃって。あ、いて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 。付き合ってくれてありがとうな。ごめんね、漁師、確か、筋肉さん通ってたかな。なんつうか不安ってわけじゃないけど、もしこのまま帰れなかったら、とは思うよな。弱気なんてらしくねえけど。帰れなくなったらって思うとそうだよね。景色なんぼよくたってね、一生ここにいろって言われたら嫌だよね。それにしても綺麗な森なのな。けど少しの間だけど釣り糸を垂らしてたら気分も晴れたっつうか、やる気も出てきたっつうか。そうよね、不安にもならな。絶対戻らねえと、いろんな人待たしてるからな。15の方は期間限定なのかね、14とのコラボ。どうせ15やるんだったらやりたいんだけど、あともう少し協力頼むな。はい、任せてください。そうだ、よかったらさ、写真撮ろうぜ。あんなでっけえ数字初めて見たし。写真で何にしてみようか。そっか、こっちの世界にはカメラがないのか。写真ってのは、いや、説明するよりやってみた方が早いって。まあスクショあるんですけどね。こんな感じか。じゃあ行くぞ。写真くんねえのこれ。あ、撮っとくわ。撮ったわ。ちょ、霧すごいよ、ノクトさん。ちょっと、なかなか良いのが撮れたぜって、この写真あいつらには見せるためにも帰る方を見つけないとな。霧すごいよ。真っ白だよ。真っ白、証拠写真撮っとくね、俺もね。真っ白ですよ。ちょっと天候恵まれなかったね。わかった。じゃあそろそろ戻るか。わかってます？天気悪いって僕言ってるんですけど、ほんと天気悪いな。真っ白。真っ白。あんなでっけえ水車見たことねえしって、これ、見えなくね？ねえ。水車って、あっちでしょ？だって。真っ白けっけだけど。また、パッパや流れちゃうんだよな、ここ来ると。冒険者さん、それノクティスさん、早く早く。どうしたんだ、
社仲間からすごい情報が持ち込まれたの。あの機械仕掛けの兵士がイクサル族の根拠地だっけ、これ現れてるらしいの。それで焦ったのかイクサル族たちが、これな、何死んでるんだっけ、忘れた、ガルダを召喚したみたいで、えーって顔してるね今ね。んガルダ、そいつならちょっと前に俺たちが倒したぞつって思うといた世界での話だけどな。こコラボイベントのことかね。なんかガルダと戦ってたような気がしましたけど、ノクジさん冒険者なのに万神倒せるんですか。万神よくわかんないけど、神様通貨、神様の使い通貨だろ。まあ今回もなんとかなるだろう。出てこんでたんだってすごいよね、こうさらっと言っちゃうのが。さすがだよね。場所は、北方北方、わかんないけど、ハウリングガルダ、ガルダジャジャジャ、どうしてもどうしてもジャ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 、なんか仲良くなってるね本当に。それじゃあ飛空艇の手配を任せて、冒険者さんとノクティスさんはそれまでに準備を、すべて揃ったらカーラインカフェの前に集合ね。はい、ガルーダと戦うなら王の力をあんたにも分けとくわ。もう俺とあんたは仲間だろう。すごいよね。詳しく説明してる時間はないけど、王の力ってのは俺が持ってる、俺が持ってる特別な力で、俺が認めた仲間には与えられる。そいつがあれば俺が使ってるシフトってのが使えるようになる。瞬間移動みたいなやつだ。いきなりじゃ難しいだろうが、あんたなら使いするこなせるはずだ。俺の世界から来たやつらのせいであんたの世界でガルーダが暴れてるんだろ。じゃあ俺にも責任がある、一緒にぶっ倒そうぜって。いいやつだね。で、こうパッパやがね、ぶち壊しなんだよね。一瞬だけこうパッパやって流れちゃうんだよね、これ。まあしゃあないけどさ。こっちか、こっちか。先にカーラインカフェの行っちゃったよ、あっちに。あれ、ノクティスどこにいる？じゃあ行こうぜ。まあ普通にこうポジティブなことだね。はい、準備いいですよ。ねえ、これがね、ちょっと違うやつ出てくんだよね。早く逃げるんだーっつって、めっちゃ逃げてる。あれは一体何なんだ、ガルダ様に似ていたかーつ。いや、あいつはガルダ様とは異なる何かに違いねえよ。さっさとずら、あ、とにかくさっさとずらがれ。すごい目回りそうになるな、これ。この仮面欲しい。すごいよね。ガルダってこう胸あるじゃない。こいつすごい、ほら、もうなんか腹筋になっちゃってる。腹筋じゃねえや、胸筋むきーになってるんだよね。ほらほら、腹筋も割れてるよこれ。すげえな、想像シールにチーム呼び出されてる。すげえよな、むきーっとしてるもん。なるほど、成績に選ばしオノクティス、この地と我を結びつけた要はそなただったか。ならば武器を取れ、王とその仲間よ。我が力を貸すに相応しきものか、計らせてもらおうぞ。力は大して、まあノクティスにはね貸してくれるかもしれないけど、筋肉さんには別に何も。こいつの仮面欲しいな。仮面好きなんですよ僕、実は。あ、コンテンツアクションを使ってみよう。はいはい、わかりました。これもヨシピー書いてんのかな、これ。はい、まあわかりました。シフトブレイク決めてこうぜ。はーい、いきまーす。とこれいいよな、便利だよね。こいつ、そう、こいつでね、嫁さんが確か 2,3 回失敗してたんで。はい、わかりました。タイミング合わせろって言われてもね。あ、そっか、そこで先に、そっか、ヒョンってやればよかったのね。おい、どうすか、どうすか、ノクティスさん。よし、いい感じ。オッケー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 。筋肉さんね、器用だから、やっぱりリンクアタックを狙い、それ分かんないんだよな。
専門用語言われてもね、ちょっとわかんない。シュートブリックのやり、はい、わかりました、わかりました、わかりました。どこ行った？あ、はい。ちょっと、たけれない、たけれない、たけれない。よいしょ。よし。タイミング合わせるよ。3、2、1、はいって言ってね。はい。うい。あー、ごめん。なんか俺、石にやんなかった、今。俺の動きに合わせるよ。ごめんなさい。すいません。合わせたんですけど、動き的に合わせたんですけど、違うんですよ。合わせたんですけど、あの、石に行っちゃったんだよ。ちょっと、ガルダ真ん中来て。ちょっと、待ってるわ、俺。せーのーさん、入っていってくれないで、ノクティスさん。はい。どうすか？どうすか？これ完璧じゃないですか、ノクティスさん。どうすか？おー、リンクアタックって言ってたね。いいね。ノクティスさん、ちょっと筋肉さん褒めてくれてもいいんだよ。やるじゃねえか、筋肉、つって。ね、ちょっと、後で、ね、仲良くなったかしに髪型一緒にするから。はい、わかりました。これまた、あれかな？ガルーダ、こっちね。はい。はい。どうすか？どうすか、ノクティスさん。どうよっつってっけど。ああ、出たね。リンクアターク出たね。ああ、これ、頭ね。頭のりね。はい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 。いってこれ、タゲ別になんか、おお、リンクアターク出てたぞ。あれなんだ。あの時だけじゃないんだ。もうちょっと粘ってもいいんじゃないこれ。あ、ちょっと逃げた、お前。ちょ、あ、ダメ。あ、ちょ、はい、すいません、遅いです、すいません。ダメですね、ダメですね。ノクセス切れるわ、これ。お前ダメだ、つって。タイミング悪いわ、お前、つって。難しいな。だっ、ノクティス、あー、ごめん、ノクティス、かわして。やべえぞ、早く、走って間に合わねえ。そうっすね。そうっすね。はい。え、ちょっと待って。よし。何？行って。あんなの食らったっけ？あ、これくっつかなきゃいけないやつ？くっつこう。くっつくんですよ、これ。ガストフロント。どこ行った？あ、なんかまたあれ。よいしょ。ガルーダにしといて。よいし。どう？手やるじゃんって言われた。おー、リンクアターク。いいね。いい感じ。1回目さっぱり終わんなかったけど。はい。よいしょ。いって。あ、リンクアタック出なかったよ、今。あ、出た。よかったんだね。なんか俺コンボ失敗したね。あ、グラビティボーズ。ちょっと。こっち来ーい。せっかくバーサーク使ったんだぞ、この野郎。ノクティス結構減ってねえか？半分以下になってる。と。おう。もう一発なくなるぞ。よし。よいしょ。これ便利だなぁ。おい。どうすかノクトさん。どうすかミストラルジェイル。何それ。その前に倒す。無理でした。助けてー。大丈夫ないでーす。助けてー。スクショ取っとこうかな。おお、あったっけこんなの。レディー。はい。うわー、これ十字キーグリグリした方が楽なんですよね。あとは任しとけ。いいとこ持ってくんだ。今、先生術師、今の。今、ブランチカットでしょこれ。これ、あれでしょ、あの、陰陽道刻みじゃなくて、なんだっけ、あれ。あ、これ、あの、あれ。これだけ15のやつでしょこれ。今の。
はい。はい。いいとこ持ってかれました。やるな筋肉さん、あんたってやっぱ強えのな。今そんな強くないよ筋肉さん。さすが成績に認められただけのことはある、刑事は果たされた。その力を本物と認めようぞ。ノクティスとその仲間よ。はい。たく神様ってのはなんでこうどいつもこいつも疑り深いんだよ。疑い深いか。いちいち助かる必要ねえだろう。そりゃそうよな。読めなかったから飛ばした。おお、走ってる。いや絶対スキルオンなんないでしょ、草の上でこんなに。絶対なんないって。すまん、待たせたな。見たことがない代物だったから時間かかっちまったな。ちゃんと故郷にしっかり修理しておいたぜ。すげえな。アルファードも直してくれよ。おお、マジか、サンキュー。まあ、アルファードその壊れてないんですけどね別にね。ノクティスよ、そなたはイオスにてなさねばならぬことがあるはず。我が存在がある今ならば、そなたを要とし道をつなぐこともできよう。しっかり助けてくれんだよなこいつな。門は長くは開いておけぬ、長居はできぬぞ。わかったっつって、もう帰っちゃうんだけどさ、フェイトのとこ行ったらいるんだよねノクティスさん。なんかそこがこうまたなんかなんというか、神様っていうのは本当勝手なのな。いきなり襲ってきたと思ったら元の世界に返してやるって。とにかく付き合ってくれて感謝してる、ありがとな。どうしようかな。また会おうっつっても多分会えないから、元の世界でもしっかり。でも筋肉さんからのエールで、ほら元の戦艦くれてもすっくるのっつって、とにかく筋肉さんに会えてよかったわ。いやまあね、もうなんか照れちゃうね。じゃあそろそろ行くわ、大事な約束を果たさなきゃだからな。じゃあな、ね、もうちゃんとできるかどうか、もしも15買ったら見ててあげるから。でも新聞配達やめたらだね、15もし買うとしても。今ねもう時間ないからね。かっけー、かっけー、まぶしい。あれがヒロインなのかな、俺本当に分かんないんだ。かっちょいいこれ。レガリア欲しいなあのアウディとか改造したらなんかいけそうでない？なんか似たようなの作れそう。なんかアウディのコラボモデルありましたよね。あのなんであれなんだっけ、映像作品かなんかのさやつに出てきた車そのまんま確か1台だかね生産されてるんですよね。クソ高いやつ。アウディな。でも俺やっぱスバルがいいな。今トヨタだけど。ちょっと寂しげな感じよねこれね。あ帰っちゃったーっつって。私のノクティスさんが帰っていくときに光の中に白いドレス姿の女性が見えたような。冒険者さんは？見た見た。俺も見えたぞ。ノクティス君を待っているように、導いているようにも見えた。彼と強いつながりを持つ人物なのかもしれんな。とするとあの方がノクティスさんの婚約者？これでほら15をさ気にさせてさ買わせようっつー魂胆ですよ。気になっちゃうけどね。もうなんだろう、スクエニさんのこう手のひらの上でこう転がされてるようなね気になるべ買えよみたいな。真相は闇の、いや光の中ってところか。ちょっとなこれやられると気になってくんだよな。ニーヤもまだ全然終わってねえのにさ。これノクティスさん婚約者さん再会できるといいな。そうね、そうね、空見上げてもいないと思うよ。さてと、早く編集部に戻って今回の意見を記事にまとめなくちゃ。指導会長いろいろとご協力ありがとうございました。
すげえな、でもやっぱ指導は。冒険者さんも最大限の感謝を、それじゃ記事を楽しみにしていてね。記事見せろよ絶対。毎度なんかライトニングの記事とかも俺出来上がった原稿を見てねえけどね、見してくんないんだよね原稿こいつ。不思議な魅力を持ったやつだったな。結局彼がなぜこの世界へやってくることになったか分からずじまいでは。いやそれね、あの総合的にコラボしてるんですよ、シドさん。あのコラボしてるんですよ、向こう側でも。あのミコって言ってますから、一人ね、こっちにもノクテを来たっていう、そういうことですよシドさん。あの異形、異形か、異形のガルダが言ってたように、彼がイオスという世界になすべきことがあるのなら、この旅もまたそこに至る試練の一つだったのかもしれんな。ノクティス君の旅路にクリスタルの導きがあらんことを今はただそう願っておこうじゃないか。そうっすね。あの両方ビジネスモデルですから、あのいや、やめよその話。かっこいいシーンなんだけどなこれな。筋肉さんだとどうしてもなんか笑っちゃうんだよな。はい、というわけでレガリアもらいに行こう。これね、マンダビルゴールドソーサーにいるガーロンド社の販売員から MGB と引き換えに特別な景品が期間限定で交換できるようになりましたと。俺こっちがオーケストリオンフだと思ったのよ。オーケストリオンフと髪型が MGB だと思ったの。まさかレガリアがね。やられたよな。ヨシピーがそんなに難しくしてませんとは言ってたけど、 MGB 俺持ってたのよ。200万貯まったからサボテン交換しちゃったの。サボテンだなんとかって動画にもあげたじゃないですか。そのすぐ後にこれだものねえよ MGP って話になっちゃって、まあ、筋肉さんもねとりあえず持ってっから交換しちゃうわ。交換しちゃうんだけど、まあ、せっかく来たからミニくじ引いてこね、せっかくだから。まあ、筋肉さんもう持ってっから全然いいんだけどさ。はいはいはい、全然789狙うか。はい、まあ、1000、まあ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 、はいはいはい、お123だよこれ。はい、さよなら。さて最後はね、やっぱり3度目の正直っていうから123じゃないかな。あーほらこれ、これこのパターン嫌よね。これわかります、この嫌なパターン。これここで132で、こう123のパターンと789のパターンがこう両方ありえるってことよ。これこうだ、斜めだったら789ありえるよね。こっちだったら123がありえるってことよね。このパターン嫌だよね。俺は123狙うんですけど、っていうか123だから、これはこれ123だから狙うんだけど、そういう時に限って789っていうパターンがこうあるっていう、これでも123ですよ。はい、どっちでもねえっていうね。何それ。いはい、まあまあ、まあよくある話ですよこんなことはね。まあまあまあ、しゃあないしゃあない。あー、カード持ってなかった。よし、取り替えるよ、取り替えるよ。カードも一応持って、筋肉さん、まあいいや、もらっとこう。ノクティスの髪型、はい、ルレガリア。俺、こっちってもらったっけ？アドベンチャロー。あ、持ってるわ。これ何？これ誰？あ、あ、あれね。はいはいはい。あと、まあいいや、あといいわ。よし、じゃあちょっと装着しに行きまーす。Shackles!